いっぱい入ってんだよね。新しい。めっちゃ新しいよこれ。やっぱあっちだったの。だって鉄道走ってたから、まあ、こんな広大な土地はね、まあ、それは鉄道用地ですよ。でもう見えてきてます、真正面で、ね、古めかしい。これもう建物もね、歴史のあるもの多いからね、映画の撮影とかで使われてたりするんですよ。であそこの餌ありますよ、デゴイチ。あれはもともとあのこっち側にある科学館、室蘭のね科学館にね置いてあったやつを持ってきました。この駅舎ってもう管轄は室蘭市やん、多分。まあ室蘭観光協会っていう名前になってるから。であそこのホットモットでは僕はよく弁当を買ってましたね。すごいこの道まっすぐ行くと白鳥大橋ですね。手前で左に曲がると室蘭水族館とか、あとは三田室蘭、道の駅の三田室蘭とかがあります。意外と駅から近かったな。いつも車で来てるからあんまり分かんなかったけど、距離感が。やってまいりました、旧室蘭駅舎、室蘭観光協会です。まず手前に展示をされているのが D51 型560号機という蒸気機関車です。この蒸気機関車は室蘭をはじめ北海道の各地で貨物列車の牽引役として活躍をしていました。先ほども言った通り、もともとは市の科学館に展示をされていた車両です。なるべく簡単な解説にとどめようと思うんですが、まずこちらの後ろについている四角い箱、石炭を詰め込むスペースです。この石炭を燃やし、水を沸騰させ、そして出てきた水蒸気を使って前に進むのが蒸気機関車です。そして側面を見てほしいんですけども、大きな車輪が4つついていることがわかります。これはいわゆる動輪というものなんですけども、 D51 型のこの頭文字 D というのはですね、アルファベットで4番目なので、4つ片側に動輪があることを示しています。一方こちらは現在も北海道で観光列車として使われている C11 型という SL 蒸気機関車なんですが、側面を見てみると片側に大きな車輪、動輪が3つついていることがわかります。しかもですね、先ほどの D51 型の動輪よりも大きいものがついているんですね。これ何の違いがあるかというと、実は動輪が大きければ大きいほどスピードが出るので旅客列車向き、一方 D51 型のようにこちらの機関車よりも動輪は小さいんですが、動輪が多ければ多いほど今度は引っ張る力が強いので貨物列車向きなんですね。完全にその用途に従って運行されていたわけではないと思うんですけども、基本的にそのような使い分けがされておりました。まあ、C11 型の動輪よりも小さいとはいえですね、このように側面近くから見ますとかなり大きな車輪がついていることがわかります。これらを間近で見ることができます。そして少し横に進みますと、下に向かう階段が設置をされています。この階段を下るとですね、これもなかなかできない体験だと思います。 SL を下から眺めるということができます。たくさんね SL っていうのは全国で展示をされているとは思うんですが、なかなかこういうことはねできるところは少ないんじゃないでしょうか。横にはこのように説明のパネルが設置をされています。1915年に製造されまして、函館とかおしゃまんべとか名寄、いろんなところで活躍をしておりました。走行距離は地球約68周分、もうとてつもない数ですよね。 D51 型というのは以前もちょっと動画で喋ったと思うんですけども、非常に汎用性が高く高性能な蒸気機関車だったので、全国でたくさん活躍をしていました。そして横の階段を上ると大きな名板がお出迎え。そして下、昭和15年内部工場製造と書かれています。昔から内部工場の技術力というのがすごくてですね、自ら SL を落成していました。そして階段を上りますと、このように運転室の中に入って見学することができます。たくさんのバルブだったりとかレバーなんかがそのまま展示をされています。僕 SL の構造とかね、運転方法にはあまり詳しくないので説明はできないんですが、何回かこのように間近で運転室を眺められるのもなかなかできない体験なんじゃないでしょうか。ちゃんと入ってる、何か再現されてます。ここから石炭を出してここに打ち込む。この座席に座ればまさに気分は機関士といったところです。 SL を満喫したところで、続いて後ろの旧室蘭駅舎を見学していきたいと思います。こちらは3代目の室蘭駅舎になります。室蘭駅というのは非常に転々とですね移転を繰り返しておりまして、現在は4代目の駅舎が使われています。そしてこの駅舎、北海道では最古の木造建築となっておりまして、
かなり希少性の高い駅舎なんですね。池袋の駅は明治45年に建設され、北海道の駅舎の中では最古の木造建築物である。建物には詳しくないのであまりですね詳しく説明することはできないんですが、文化的価値が非常に高いものらしいです。今から101年前に作られた非常に古い駅舎です。この希少性の高さが認められて、現在文化庁が定める登録有形文化財にも指定されています。このような大きな木製の看板がお出迎え。中は多くの展示物と座席が並んでいます。最近になって大幅に展示物が追加されました。この建物は高速バスの待合室も兼ねているので、このような座席も並んでいます。昔の急行列車なんかをイメージした座席が並んでいます。そしてこちら、祝日本遺産認定鍛鉄工と書かれていますが、北海道の発展に寄与した石炭や鉄の輸送、製造、これらに関わった施設というのが日本遺産に認定をされたんですが、この旧室蘭駅舎もその一つとして認められたということで、最近展示物が大きく増えました。このように鍛鉄工の歴史が書かれたパネルなんかも設置されています。1代目の室蘭駅舎というのが現在の輪西駅の付近にありました。そこから現在の位置に一旦移動してきまして、こちらが2代目の駅舎、そして3代目の駅舎が今いるこの旧室蘭駅舎ということです。そしてこの3代目の室蘭駅というのが全国最後の SL 牽引による旅客列車、こちらが出発をしたという駅なんですね。非常に SL とは縁の深い駅です。こちらは昔の廃線図。ここから西に進んだところに西室蘭駅という貨物駅がありまして、そこから各埠頭に向けて線路が伸びており、船と貨物列車の荷物の積み下ろし、積み替えなんかが行われていました。そして横が現在の旧室蘭駅舎、3代目の室蘭駅の廃線図です。島式の1面2線のホーム、そして奥には研修庫なんかもありました。現在の室蘭駅の周辺は車両基地のようになっておりまして、そして東室蘭方面に進むと現在のルートと合流をするという形になっています。こちら現役当時の3代目の室蘭駅舎の様子、そして下は現在の室蘭駅舎の様子、こう見るとあまり変わっていないように見えますね。そしてこのように SL が移設をされる様子なんかも写真によって展示をされています。そしてこちら、JR が定める貴重な建物につけられる準鉄道記念物の認定の看板、そして先ほど説明しました日本遺産に認定をされた時の賞状なんかが展示をされています。これいただいた時に200円で購入したんですけど、これハサミをね自分で入れることができるんですよね。ちょっと映せなかったんですけど、ぜひねこうやってみてください。切符にハサミ入れるのはねできない体験ですからね。中にはこのように時代を感じる懐かしい広告なんかも展示をされています。そしてこれが一番驚いたんですけども、こちら室蘭の特産品でもありますボルトやナット、これを使ってですね工場群を再現したというもの。これ実はニコニコ超会議の企画の一つとして作られたんですね。たくさんね展示物があってどれもすごいなと思ったんですが、これが一番驚きましたね。観光列車になった後の SL が室蘭に乗り入れたこともあったようです。いやぜひね見に行きたかったんですが、残念ながらそれは叶いませんでした。他にも貴重な資料なんかがたくさん展示されているので、ぜひ見に来てほしいと思います。 SL が置いてあるところの、裏手というか、駅舎の裏手の方に来たんですが、僕現在駐車場になっていて、奥を見ると先ほど紹介した胆振管内の総合振興調査があると、が入った建物があるという感じなんですが、ここはね言うまでもなく昔はたくさんの線路がね敷かれていたということで、奥が室蘭、今の室蘭駅の方ですね。ここが現役だった時はもちろんなかったわけで、ホロナイとかの方から石炭を取ってここに運んで輸出したりとかしていたわけです。もちろんここは普通に旅客駅なんで、ここの周りには特に例えば機関庫とかがあったらしいんですが、貨物関連の施設はどちらかといえばもっと奥のね、昔は西室蘭駅と呼ばれていた貨物駅が、ね、あったんですが、その辺りからですね各その埠頭にこう分かれていって続いていたという感じで、もちろんこの先はですね、あんまり跡が残されていないということで、ただ
ここを走っていったんだなっていうのはちょっと建物の形とかでね分かる箇所もあるんでね、まあ、回ってみるのは面白いかもしれませんね。と言ってると中央バスが来ましたね。あれ多分札幌行きだと思うんですけど、高速バスの、ね、札幌行きの高速バスの発着点になってるんで非常にアクセスがいいです。もちろん JR の室蘭駅からもすぐ近く、ずっとこう歩いていったら、ね、着きますね。ひとしきり見学を終えまして再び室蘭駅を出発、今度は長万部方面まで向かっていきます。現在ではこの区間で乗ることができなくなった国鉄型の機動車で移動していきます。40ですね。